はい、じゃあ豪太郎ドライビングチャンネルやっていきたいと思います。令和4年の1月時点でですね、モーターランド鈴鹿さんの公式のランキングで車種別にはなるんですけど、 ZC33S スイフトスポーツの最速タイム車両のパーツ選定とセッティングという内容で前回ね動画上げさせていただいたんですが、その続編という形でコース攻略の動画になってます。ではね、早速お話ししていきたいと思います。まあ、モーターランド鈴鹿さんのコース攻略になるんですけど、ある程度経験がある方の方がハマってしまいやすいというか、攻略に時間がかかってしまうコースかもしれないです。タイムね、短縮に、まあどのサーキットもそうかと思うんですけど、ツボがあります。そのツボをですね、知ってるか知らないかだけの話だなぁと思います。で、今から解説させていただくんですけど、モーターランド鈴鹿さんのね、ホームページに、モーターランド鈴鹿のコース図ありますんで、そちらをまあ、見ながらね、ご視聴いただけるといいかなと思います。チューニングの順番の動画やったと思うんですけど、そちらでもまあお話しさせていただいたね、カレーの例えと同じで、まあ、今回のこのコース攻略も、まあ、車の仕様とか、まあ、車種とか、まあ、ドライバーの癖とかで、だいぶ変わってくるかなと思いますんで、そのあたりはね、ご了承ください。ZC33S スイフトスポーツのタイヤサイズ、フロントのタイヤサイズが235/40/17 で、で、タイヤがブリヂストンポテンザの 71RS。パワー的にはね、まあ、ブーストアップで、まあ、160馬力から170馬力の仕様の状態での話になります。まずまあ、ピットから出ていって、まあ、アウトラップですね、入っていって、で、タイヤを温めていきます。タイヤの温め方なんですけど、別動画でタイヤの温め方っていう動画もね、やってますんで、そちらの方を見てみてください。フロントはですね、まあ、スイフト前輪駆動なんで、まあ、ほっといても勝手に熱入っていくかと思いますんで、リアですね、リアをかなりまあ、意識していただいて、で、まあ、ステアリングと、アクセルでね、積極的にリアのタイヤのサイドウォールをこう、揉んでいくようなイメージで、まあリアに集中して温めていってください。最終セクションの右のこう回り込んでいく、まあ 15R ですね、あるんですけど、そこでまあステアリングを大きく切って、入っていくんですけど、その時に、左のアウト側のリアタイヤのグリップがガチッと出てるかチェックしていただいて、そこでまあ、左のアウト側のリアが動かなかったら、横方向にスライドしていかなかったら、アタックに入っていきます。で、まあ、アタックに入っていく前の周の最終コーナーのアプローチなんですけど、できるだけこう、距離が長く取れるライン取っていってもらって、車速を、コントロールラインをね、通過するまでにできるだけ車速を乗せていくようなラインを取っていきます。モーターランド鈴鹿さんね、基本的にどこのコーナーもそうなんですけど、イン側の縁石が結構高くなってますんで、ここにイン側のタイヤを引っ掛けてしまうと、まあ、トラクションが抜けてしまいがちなんで、その辺気をつけてください。で、まあ、最終コーナーこう車速ね乗せていく形で立ち上がっていって、コントロールラインをね、通過する直前に2速から3速シフトアップしていきます。で、これはタイヤがね、フロントのタイヤが235/40/17のギア比での話になりますね。そこから3速で、1コーナー入っていくんですけど、通常通りというか、まあ、セオリー通りアウトインアウトな感じのイメージで飛び込んでいくんですけど、まあ、ブレーキング、まあ、フルブレーキングですね、していって、3速から2速に落として、まあ、ステアリング入れていくんですけど、コーナー自体の R が、右にちょっとこう、振ってるんで、アウトインアウトのイメージで入っていっても、まあ、ロガーとかでね、見たら、アウトインアウトのイメージで入っても、結果的に、まあ、インインアウトに近いようなラインになります。
で、ここもね、クリップつくときに、イン側のね、縁石が結構高くなってるんで、ここもまあ、乗ってしまうと、トラクションが抜けてしまう原因になってしまうんで、まあ、乗るとしても、ちょっとかすめるぐらいのイメージでいきます。結構ね、ZC33S のスイフトスポーツね、トルクがね、低速、結構エンジン低回転からトルクが出てるんで、LSD 入ってても、ディスクの容量をね、超えてしまって、トラクションが抜けてしまいますんで、あんまり大きく縁石は乗せない方がいいですね。コーナーはまあ立ち上がっていく区間で、結構こう、登ってるんで、コーナーが登っていってるんで、まあ、フロントのね、こう荷重が抜け気味になりがちなんで、できるだけ、まあ、後半、コーナーの、前半からまあ中盤にかけて、しっかり向きを変えてしまっておいて、立ち上がり区間の段階ではもうね、できるだけまっすぐ、アウト側の縁石めがけてまっすぐ立ち上がっていくようにラインを組み立てていきます。でね、アウト側の縁石めがけて立ち上がっていくんですけど、ちょうどね、アウト側の縁石が終わるぐらいで2速から3速にシフトアップしていきます。で、そこからね、まあ通称外周って言われるセクションに走っていくんですけど、向かっていくんですけど、コース図見てもらったら分かりやすいと思うんですけど、外周ってまあ一つのコーナーにね、走ってたら一つのコーナーに見えるんですけど、よく見たら、コース図よく見てもらったら、クリップがね、4箇所あるんですよ。で、その4箇所を全部押さえていくようなイメージで走っていきます。ここがね、一番のツボかなと思います。これでね、コンマ5秒ぐらいは多分変わるんじゃないかなと思います。全部ね、その4つクリップ取っていくと、かなりこう小回りになるんで、データロガーで見ても、かなりボトムスピードは落ちるんですけど、その分距離で稼いでいく感じのイメージです。車両によってよっぽどまあクオリティが効いてる車で、まあ、ちょっとでもボトムを落としたくないというか、車速乗せていってダウンフォース稼いでいくような走り方した方が取り分が大きい車もあるかもしれないですけど、まあ僕のスイフトの仕様だと小回りの方が圧倒的に速いですね。アウトインアウトで行くよりも10キロ以上、20キロ近く、20キロ言い過ぎかな、15キロぐらいボトム落ちるんですけど、それでも、小回りで行く方がラップタイム的には速いです。まあ1コーナー立ち上がって、3速でギューッと加速していって、で1個目のちっちゃいクリップをめがけて走っていくんですけど、その1個目のクリップあたりで4速に入ります。その1個目のクリップ通過して4速に入ってちょっと行ったらすぐに2個目のクリップが出てくるんですけど、そこに行くまでの間に一瞬ステアリングを戻します。で、タイヤの向きがまっすぐになった状態でフルブレーキングですね。ギュッと一瞬で短く強いブレーキで車速を落とします。で、この時に4速に入ってると思うんですけど、2個目のクリップから先がどんどん下っていってるんで、で、まあトルクも結構大きいエンジンなんで、3にシフトダウンしてまた4速に入れ直すよりも、まあちょっと回転は落ち込むんですけど、確かね、2500回転以上はキープできてるはずなんで、4速のままずっと行きます。で、ギュッと止めて、2個目のクリップ付近で、ステアリングをね、結構大きく切り込みます。で、ここで、もう完全に向き変えてしまいます。で、3つ目、4つ目のクリップも取っていくんですけど、あとはね、もう、打角の修正なしで、戻していく一方っていうような感じのイメージで立ち上がっていきます。3つ目のクリップで、ステアリングをちょっとでもこう修正入れちゃったりして、したら、まあ失敗と思ってもらってもいいかなと思います。2個目のクリップ過ぎたら、アクセルももうほぼずっと全開ですね。
2個目のクリップ過ぎて外周開けて2つ目のヘアピンの飛び込みでブレーキングするまでずっと4速でもうずっと旋回です。でね、ここも、他のコーナーと同じなんですけど、縁石ね、ついつい触りに行きたくなるんですけど、できるだけ触らないように行く方が姿勢も乱れないですし、いいかなと思います。このね、縁石の触り加減なんですけど、縁側のタイヤでね、触っていくこともあるかと思うんですけど、どれぐらい触れるかっていうのは、ドライバーの好みでね、減衰力とかも変わってくると思いますし、スプリングとか、タイヤサイズとか、この辺でもね、変わると思いますんで、姿勢が乱れないんでしたら、踏んでも、触りに行ってもいいかなと思います。その辺はちょっと走りながら、様子見てみてください。4つ目のクリップもしっかり取って、インですね。もうずっとインベタです。外周ね、ずっとインベタです。で、4つ目のクリップ過ぎたら、ちょっとずつ、ヘアピンのアウト側をめがけて、ダーッと下っていくような感じですね。でね、外周というか、セッティング次第な部分もあるんですけど、前回のね、セッティング編でお話したかと思うんですけど、僕の車かなりセッティング的にオーバーステアなセットになってましたんで、外周のボトムを上げていく、頑張っていく走り方をすると、いけなくはないんですけど、結局、リアがこう、横に、アウト側に走っていってしまって、走行距離が、ライン的にね、距離が伸びていってしまう感じになるんで、もうボトム押さえてでも、ちっちゃく回っていく方が、タイム的には取り分あります。だからこの辺ね、セッティングでひょっとしたら、ちょっと変わってくるかもしれないですけど、結構オーバーステアな、最終セクションに合わせていくようなセッティングだと、絶対小回りの方が早いと思います。で、2個目のヘアピンですね、の飛び込みになっていくんですけど、アウト、目いっぱい寄ってもらって、フルブレーキングです。で、4速に入ってると思うんですけど、ZC33S のスイフトスポーツ、ギア比がね、結構クロスしてるんで、で、なおかつブレーキもすごいよく効きますんで、4-3-2 でシフトダウンしていくと、間に合わないです。なんで、もう4速からブレーキ踏んで、3速飛ばして、4から2速に、一気に2速に叩き込みます。もう3速は、経由しないで4から直接2に入れます。フロントのね、ブレーキパッドも何種類か試したんですけど、ちょっとね、これブレーキパッドをまた選び方とかね、別動画にしようとは思ってるんですけど、僕が試した中で、プロジェクトメニューの HCCS とゾーンの 10F って魔剤とディクセルの Z タイプ、この3つぐらいはフロア、車の床を突き破るぐらいの気持ちで、もっきりフルブレーキングで OK かなと思います。なんですけど、エンドレスの CCRG だと、多分 ABS との相性やと思うんですけど、力いっぱい、もう目いっぱい、ブレーキング、ペダル踏むと、ちょっとね、ABS 相性悪いんかして、制動距離がちょっと伸びます。だから、CCRG の場合はそこまで目いっぱいペダル踏まなくてもいいかなと思います。それでも十分止まってくれます。だいたいね、最初言った3つのパッドと比べると、その3つのパッドの動力が 100% やとしたら、 CCRG やと 70% ぐらいの踏む力で十分止まれるかなと思います。で、2個目のヘアピンもセオリー通りというか、1コーナーと結構似てるんですけど、アウトインアウトで、コーナーの前半でしっかり向き変えて、でここも登っていってるんで、できるだけまっすぐ、アウト側の縁石めがけて立ち上がっていくようなイメージですね。2速で立ち上がっていって、アウト側の縁石が終わるぐらいのタイミングで3速に入ります。で、これタイヤサイズにもよるんですけど、235、
4017やと、3速に入れてそのまま3速で最終セクションの飛び込みまで行きます。でこれが21540やと2速ではと、3速では届かないですんで、ギリギリ4速に入ります。ですんで、まあ、23540とか22545とかの場合は3速で最終セクション飛び込みのブレーキングまで届きます。次の、まあ、最終セクションの飛び込みのブレーキングなんですけど、ついついねここも、まあ、外周と同じでアウト側からアプローチしていきたくなるんですけど、もうほぼインベタ、もう車1台分ぐらいだけイン側を開けるぐらいのイメージで、ほぼもうインで行きます。で3速で飛び込んでいって、またフルブレーキングですね、思いっきり短い距離で強い力で止めてしまいます。でちっちゃく、ほんとちっちゃく右に回り込んでいって、で右のね 15R のコーナーがあるんですけど、その 15R までの区間ね、ブレーキングの時に2速に落としてるんですけど、2速で、ちっちゃく入って、で次のその 15R までの区間でちょっとした、まあストレートというか直線区間がほんのちょっとですけどできるんで、そのちょっとの直線区間でアクセル全開にしていきます。もう本当にベタッと全開ですね。で、右の 15R 入っていくんですけど、もうここもずっとインベタですね。でまあここもね、イン側縁石高いんで、まあトラクション抜けないように注意していきます。あ、でちょっとね話前後するんですけど、まあ、最終セクション飛び込みの、浅い右、あそこでもうリズム乱れたらもうその週は諦めます。もうアタック諦めます。次の週にかけます。オーバーステアな傾向のあるセットの場合、まあ、外周のねボトムを落としてる分、最終セクションでかなり取り分ありますんで、ちょっとね集中して頑張っていきます。まあ、右のね 15R ずーっとインベタで舐めていって、その次左の 15R に移っていくんですけど、その時もついついねこう左の 15R の飛び込みのアプローチを、アウト側からねアプローチしていきたくなるんですけど、右の 15R インベタで来て次の左の 15R に移っていく時も、斜めにできるだけ最短距離で左の方に寄っていきます。で、まあ、ステアリングね結構大きく切って左にぐーっと 15R 回っていくんですけど、左にね曲がっていったら最終コーナーのイン側の景色が見えてくるんですけど、そこは寄っていかずに、左の 15R も結構ね深くステアリング切り込んで深くもうギリギリまで左でずっとインでいって、最終コーナーをできるだけまっすぐ最終コーナーのアウト側の縁石に向かって加速していけるように、左の 15R の立ち上がりをずっと我慢して左の方に寄っていくような感じでいきます。でねこの辺結構ね目線の移動がポイントになってってくるかなと思います。でまあサーキット走るにあたってね、目線の運び方の動画もまた別で撮っていこうと思ってます。ここまでずっと2速で来てるんですけど、最終コーナー立ち上がって、アウト側の縁石めがけて立ち上がっていって、でコントロールライン、向かっていくんですけど、この時に23540やったらちょっと届かないんですよ、2速やったら。だからコントロールライン行く直前に3入れるんですけど、これがね多分225-45やったら2速でコントロールラインまで届くと思うんで、そういう意味でもね225の方がいいかなと思います。ギア比的にちょっと自分で話してても分かりにくいかなと思ったんですけど、何度か繰り返して見ていただくといいかなと思います。一番こうスイフト ZC33S のスイフトスポーツの、
ECU の書き換えが出始めた頃の一番初期のデータで、タイヤが 71RS で、まあ、ブーストアップ、気温がね26度で、まあ、これで46秒の010かな、この46秒010、46秒フラットの方のタイムは公式ランキングには載ってないんですけど、まあ、この状態でね46フラットまで行ってますんで、まあ、気温がね、低くて、でタイヤが 08B とか S タイヤとかで、で軽量化も、大幅な軽量化 でタービンも交換してやったりしたら、まあ、45秒台で、まあ、条件揃えば44秒台も見えてくるかと思います。ですんでね、もう多分あっさりレコードね更新されると思います。ちょっとね悔しいですで、まあね、この動画を参考にしていただいて、まあ、少しでも、まあ、ラップタイムね、感度ありましたら、まあ、短縮につながるようなね感度がありましたら、コメント等で教えていただけると嬉しいです。タイヤサイズなんですけど、まあ、235とね225結構悩むとこかなと思うんですけど、まあ、ギア比的なことも含めて、まあ、225の方が合ってるんじゃないかなと思います。で、まあ、225も乗ったんですけど、まあ、絶対的なグリップのピークはね235の方があるかなと思うんですけど、225の方がねエアボリューム大きいんでごまかしが効くというか、楽に乗れますんで、で、まあ、縁石もね高いこともありますし、で、まあ、路面のギャップも、結構大きいかなと思いますんで、そういう意味でも225の方がいいかなと思います。リアタイヤとのバランスもありますんで、そういう意味でも、まあ、本当の意味でね、横方向にしっかりグリップ使い切れる人ならなおさら225の方が、ラップタイム的には伸びていくんじゃないかなと思います。今回、まあ、コース攻略だったんですけど、ステアリングの切り方、アクセルの踏み方、ブレーキの踏み方で、まあ、荷重の移し方とかね、需要がありそうでしたらですけど、今後動画にしていこうかなと思いますんで、そちらもまたよろしくお願いします。またまあ、パーツのインプレとかもやっていこうかなと思ってるんですけど、今後ねどんな動画がいいかとかご希望ありましたらまたコメントください。まあ、お答えできる範囲で動画にしていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。じゃあ今日はこんな感じで以上です。